にちは、ケーキのおたくちゃんです。今日は5月8日の12時2分母の日になったばかりで、ママにプレゼントするケーキを作っていきます。どんなケーキにするかめちゃめちゃ迷ったんですけど、ママがもう何年も前から飲んでいる、毎日飲んでいるこの紅茶を使ったスポンジケーキを作ります。とりあえず今から作っていきます。